皆様こんにちは。今回はドラッグストアで購入したスキンケアやコスメをご紹介していきたいと思います。ぜひ最後まで見ていってください。まずは久しぶりにドラッグストアでスキンケアを LINE で購入しました。こちらジュレリッチエタンローションエタンミルククリームです。近くのドラッグストアでよくお話しする自分の母親と変わらないぐらいの年代の方なんですけども、すごく綺麗で、でその方がこちらのジュレリッチエタンシリーズを使っていて、もうこれ以外使えない、めちゃくちゃいいっていつもおっしゃっていて、で私もサンプルいただいて使ってみたら良かったので、すごく綺麗な方だし、そこまでおっしゃるならと思って、ちょっとドラッグストアコスメにしてはお値段する方だと思うんですけども LINE で買ってみました。善薬工業さんのお薬の会社のスキンケアラインになります。で特にこのクリームが、一応全然パッケージには説明ないんですけども、ボトックス効果があるようなツヤ張りを与えてくれるらしいです。なのですごい気になって、このクリームだけ初め買おうかなと思ったんですけど、このローションやミルクもめちゃくちゃ良くて手放せないっておっしゃってたので買いましたね。買ってみました。こんな感じのポンプタイプになっているのも使いやすそうですよね。すごく使うのが楽しみです。使用期限も未開封で2021年2月、8月、2月って書いてくれているので安心ですよね。こちらはマキアージュのアイシャドウを買いました。 RD312 番、美容室で雑誌を見た時に見たんですけど、すごいそのメイクが可愛くてとってもいい色だなと思って購入しました。左腕が濡れ感仕込みベース、あくまで濡れ感仕込みベースなのでそんなに色が出ないんですね。こちらの可愛いカラーとこんな感じの、そしてホワイトのツヤっぽいカラー、さらに仕上げにこちらを上から重ねるとツヤっぽい仕上がりになるそうです。とっても使うのが楽しみです。そしてこちらがメディアのアイシャドウ、メディアブライトアップアイシャドウの GD01 番。以前メディア縛りメイクを動画で出したんですけども、こちらのアイシャドウの違うブラウンの色を購入してとっても良かったので、今回色違いを購入してきました。すごく綺麗な上品なツヤ感だったので、アイホールのベースカラーや下まぶた目頭にもいいかなと思ってこちらのカラーも買ってきました。あとね、リップクリーム、こちら久しぶりにメンソレータムリップを買いました。メルティークリームリップ、私はリッチハニーを買いました。無香料と、あと他にもあったんですけど、昔ニベアのモイスチャーリップのハニーがすごい気に入っていて、昔の YouTube でもよく紹介してたと思うんですけど、それに近い香りがしたらいいなと思ってリッチハニーにしました。でリップクリームはオーガニックのものとかいっぱい持ってるんですけど、なぜこれを買ったかというと、こう SPF25PA3+ 入ってるんですよね。オーガニックのリップでこう SPF が入ってるものってめったになくて、スルスル柔らかい感じでいいですね。こう乾燥する季節が来たので、だけど毎日息子は公園に行きたがるので、 SPF が入った潤いがあるものを使いたくてこちらを購入しました。この間紹介したニュートロジーナの SPF が入ったリップは潤いがそこまで強くないんですよね。なのでこちらデイリー使いしたいと思います。そしてセザンヌでも購入しました。話題になりましたよね、セザンヌの新作のパールグローハイライト01番、シャンパンベージュを購入しました。これすごい人気商品ですよね。触ってみると、おすごいすごい、こんな感じで、うわーすごいすごい、ツヤ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 すぎて、このシワが目立つ感じするかも、うっすら塗らないと。わーでも広げるとプチプラとは思えない輝きですね。すごい綺麗。ちょっと見つけたので気になって購入しちゃいました。あとセザンヌのリップ、
ベージュ系購入しました。セザンヌシバルメイクを前やったんですけど、その時にリップが結構良くて乾燥しないし、スルッと一塗りでカラーもつくので、結構お値段の割にはいいなと思って、高保湿って書いてるけど本当に結構保湿力も高くて使いやすかったので、ちょっと今回違う色も買ってみました。ベージュ系1番こんな感じで、何百円にしてはシンプルで可愛いデザインですよね。色味は一応ベージュなんですけども、ちょっと赤みがかったベージュで、普段ねちょっと公園に行くとかちょっと児童館に行くとか、あまり派手なリップつけないので、これぐらいの色味ちょっと久しぶりに欲しいなと思って買いました。すごくツヤツヤです。そしておなじみのこちら、マンダムビフェスタの炭酸泡洗顔です。これは購入品でも使い切りコスメでも何度も紹介していて、本当にモコモコの気持ちいい炭酸泡で出てくるんですよ。すっごく洗っている時気持ちよくて癒されるし、急いでいる時とか泡立てなくても手軽に使えるので、とっても気に入っていて何度もリピートしています。そろそろ時期的にピンクのもう一タイプが使いたかったんですけど、なぜかうちの近くのドラッグストアはブルーしか売っていなくて、今回もブルーを購入してきました。そして今回はケイトでたくさん購入してきました。ケイト縛りメイクのリクエストがあったのと、私も一度全ライン使ってみたいなと思って購入しました。ケイトのファンデーションすごい迷いました。シークレットスキンメーカーゼロの限定セットです。ファンデーションのカラーは全色セットになっていて、私は01番のやや明るめの肌を買いました。このファンデーションの価格におまけでこちらのフェイスパウダーがついてくるっていう感じだったと思います。でこちらのファンデーションも多分人気のファンデーションだと思うんですけど、ですよね、どうなんですかね。これとあとベージュのボトルのものがあって、どっち買うかすごい迷ったんですよ。皆さんどっちが好きですか？多分アンケート機能ってあったと思うんで、載せれたらこの辺にアンケートを入れておくので、ぜひ教えてください。すごくカバー力が高くて崩れにくくて人気だと聞いておりますあとこちらも限定セットになっていました。ケイトラッシュフォーマーロングの限定セット、確かこのマスカラがリニューアルされたんですよね。お湯でオフできるフィルムタイプのこちらのマスカラ、カールキープ力が強いマスカラなのかな。こんな感じのマスカラです。あ、ロングタイプだからか繊維が入ってますね。このマスカラの値段でケイトのビューラーがついてきた感じです。すごいお得ですよね。20周年アニバーサリーパッケージなのかな、パッケージだけアニバーサリーなのかな。スーパーシャープライナー EX、 こんな感じですごいかっこいいんですよ。お色はビターブラウンになります。あ、いい色、思ったより明るいけどいい色ですね。かっこよかったのでこちらのアイライナーを買ってきました。そしてアイライナーもう一つ買いました。デアジルライナーのこちらもお色ビターブラウンを購入しました。これもねタッチアップするとすごいスルスルかけたので、間を埋めるのにいいなと思ってこっちも買いました。すごい細いんですよね。そしてこんな感じでもうペン先軽く持ってスーって書くだけでスルスルって書けるんですよ。ほらすごいこれ多分すごい良さそう。もう出したペン先は戻らない感じなんですね。これ良さそうです、楽しみ。そしてアイシャドウは新作のこちらにしました。ケイトのアイシャドウは視聴者様にもらったアイシャドウを2つ持っていて、とっても発色が良くて綺麗ですごく気に入ってるんですけど、せっかくなんで新作でやった方がいいかなと思ってこちらを購入してきました。色が6色ぐらいあったんですけど、私が気になったのはこちらのオレンジです。こんな感じのオレンジです。うわすごい綺麗ですね。
なんかねブラウンも気になったけど、ブラウンだと面白くないし、ピンクだと本当にピンク系しか入ってないし、パープルだと本当にパープル系しか入ってないんですよね。そうするとちょっと普段メイクに使いにくいなと思って、でこちらのオレンジのカラーがもうすごく可愛かったので、ほらほらとか言って、すごいすごい発色も良くて可愛い色だなと思ってオレンジにしました。ハイライトとシェーディングが一緒になったもの、ブラシとセットになってますね。あ、のせ方も書いてくれてる。2カラーあって、マットなものとグローなものがあって、マットな方を買ってきました。私的にはこっちのハイライトがグローでシェーディングがマットっていう組み合わせがあれば一番良かったんですけど、グローの方だと両方シェーディングもグローになっちゃうので、ちょっとマットの方を買ってきました。こちらお出かけにも便利ですよね、コンパクトなので。そしてケイトのチークです。ケイト 3D コントラスティングチークス、アイシャドウに合わせて OR 2番オレンジ系にしました。オレンジ系2つあったんですけど、ちょっとピンク寄りの方のオレンジ系にしました。こんな感じ。うわ、何これ、すごい、こういうこと、あ、すごい、こう丸いブラシになるんですね。細くものせれるし、丸くして丸くものせれる感じ、すごい。しかもこう開くことでこのコンパクトなケースに入っちゃうのもすごくいいですね。ちょっとツヤ系のチークっぽいですね、キラキラしてます。あとまたこのシェーディングとチーク、ちょっと間違いやすいパッケージですね。リップすごい可愛かったんですよ。ケイトディメンショナルルージュ OR1 番、タッチアップするとすごいクリーミーで発色も良くて良かったんですよね。こんな感じ、すごいツヤも出るしカラーもはっきり出るし塗りやすいし、すごい良さそうなんですよ。本当今のプチプラはすごいですね。かわいい、これ絶対かわいい。こんな感じが今回のドラッグストアの購入品になります。ドラッグストアの商品って買いやすいので、少しでも参考になれば嬉しいし、すごくおすすめのものがあればまたコメント欄で教えてください。今日のリップはこちらのクリオのリップ08番です。関連動画には前回のドラッグストア購入品を載せておきます。それでは最後までご視聴ありがとうございます。また次回のビデオでお会いしましょう。さよなら。